日本放送協会 NHK の関連団体、NHK の関連団体では、日本放送協会の子会社、公益法人、関連会社について記載する。ここでは NHK に営利事業への出資を認めた1982年の放送法改正の前と後、そして現在と関連団体の歴史について取り上げる。最初に設立された、 関連団体は1931年設立の日本放送出版協会である。その後、1961年には NHK の美術部門から独立した NHK 美術センター。1977年には NHK プロモートサービスが設立された。NHK に営利事業への出資を認めた1982年の放送法改正までに存在していた。 関連団体は以下の通りである。日本放送出版協会の筆頭株主は NHK サービスセンターであった。NHK は教育テレビの開設など業務の拡大を続けていった結果赤字体質に陥り受信料の値上げを何度も言っても赤字体質が解消されなかったため放送法を改正して NHK の営利事業への出資を認めて番組の半券収入や 民放で行われている番組制作の外部発注で独立採算と赤字体質の解消を図る機運が高まった。1982年に放送法が改正されて NHK は営利事業への出資が認められるようになり、1985年には制作主会社として NHK エンタープライズが設立された。1989年、 NHK 会長に就任した島刑事は世界的なメディア体制を形成する必要があると考え NHK エンタープライズを核にしたグループ体制を進めていった。営利事業への出資が認められるようになったことで番組制作には半券をあらかじめ民間企業や外国の放送局に売るプリセールという手法が用いられるようになり、 NHK は制作票を抑えることが可能となった。ブロードバンド時代となり、NHK がインターネット事業に進出するのは許されるのかどうか。郵政省の放送制作研究会での議論が2000年から開始された。民間マスメディアは NHK のインターネット事業への進出には反対だった。2003年には最終報告がまとまり、 NHK の自主的な努力を尊重することとした。最近では NHK エンタープライズがインターネットコンテンツの制作に進出するようになった。2004年のチーフプロデューサーの制作必殺手に橋を発した一連の NHK の不祥事では関連団体もやり玉に上げられるようになった。2008年3月6日には外国人向けテレビ国際放送を行う子会社として 日本国際放送を同年4月1日に設立することが発表された。2008年の大河ドラマ、厚姫では NHK エンタープライズが題名を商標登録したが歴史上の人物の名前を商標登録しライセンス収入を得ることに対して批判の声が上がった。2008年3月11日 n h k 経営委員会は再編、独立などを含めた 子会社の抜本的な見直しを NHK 執行部に求めた。社体で表記してあるものは NHK 本体の直接出資のない会社である。放送番組の企画、制作、販売分野業務支援分野、公益サービス分野福利厚生団体、デジタル時代における放送の二元体制に関する検討報告について日本民間放送連盟。 NHK のあり方に関する新聞会の見解日本新聞協会2001年9月26日放送制作研究会第一次報告総務省2001年12月21日 NHK 広報局外国人向けテレビ国際放送を行う新会社を設立日本放送協会2008年3月6日 NHK 関連会社 厚姫商標を独占南日本新聞2007年7月19日 NHK 経営委員会中長期計画策定に資する重要検討事項のまとめ日本放送協会2008年3月11日ありがとうございます